YouTube、エンタメウィーク、私出ましたけど、まあメダルもらえて嬉しい。でもなんか足りないなと思ってたら、やっぱ集合写真みたいなものなんですよ。これ私勝手に、このストリーミング配信されてたもの、そのアーカイブから政治が切り出して作りました。まあこれ、まあこう見ればこう非常にクオリティが低い。クオリティ低いですけど、まあいいかな。そう思いますね。まあ 720p、いわゆるハイビジョンでも、 A4 サイズに引き伸ばすと、まあ、ちょっとどぎつい感じになっちゃうんですよね。まぁ、あ、やっぱスチルはスチルのカメラマンがいないと厳しいのかなと思いましたね。でもまあ非常に嬉しいですね。私も映ってますし、一緒に賞を受賞した人も映ってますね。もう非常に嬉しいです。まぁ、あ、あんまり大写しできないですけどね。まあ個人的に部屋に飾っときたいですね。まあメダルは、まあ、箱に入れてしまっとくしかできないですけど、 まあこうこの写真だったら額縁に入れて保管できますからね。で、これカメラの北村にデータを持ち込んで620円で焼いてもらいましたね。あの写真作ってもらいました。まあ、プリンター買うよりいいのかな。プリンター、うちカラープリンターいいのないですからね。古い文章を印字するぐらいのクオリティの,ティのものしかない。それで写真出すと汚い。しかも経年劣化で。 1>, 1年後になんか土ギツ色になってしまうだったら写真展のプリントアウトがいいのかなそう思ってあの今回写真写真を焼いてもらいましたまあ最近あまりこうハードコピーって言って実際のその紙とかに出す人少なくなったと思いますけどやっぱし額縁に飾っとくの嬉しいんですよねなんか形あるものとして設定にとって見れる飾っとける まあこのエンタムウィーク、私 YouTube やって、やってて初めての、これ、いわゆるコンペ、外部コンペスタイルのショーですから、非常に嬉しいんですよね。だからこれを記念して、これを部屋に飾っときたい。そう思いますね。本当皆様のおかげでした。本当ありがとうございます。それとこれからも、私の動画への支援、応援、お願いします。では、失礼します。